皆様おはようございます。カズマルクスと申します。今回もマリオカート8デラックスの方ですね、やっていきたいと思います。 150cc の野良部屋で走っていきます。最初のコースは大丈夫、 150cc のねじれマンションですね。はい、自然体でスタートダッシュしたら普通に決まったです。赤来たら、まあ、緑でも速投げしてしっかり前出ていきましょう。ラグかい、結局あれ食らった、あ食らったっぽいね。で、インの3枚取って、いやー赤ゴール、通過したんだけど、 なぜか通過した、よかったよかった。さあ、緑コーラのキノコなんですけど、スーパーしっかり貯めていきましょう。よし、 OK。 ちょっとねじり、あ間違えた間違えた、やばいやばい、ちょちょ待って待って、落ち着いていこう。いや、ここはあえてこの順位でアイテム取ることによって何かしらいいアイテムを取りに行こうという、そういう作戦なんで。で、クラクション危なかった。で、ブーメランも避けて、やばいやばい、ここまで来ると結構荒れるな。とりあえず使っていきましょうか。ちょっとコインの枚数が足りないんで、ここでチャリンチャリンと集めて、いや1位のベビー待って待って、軽量級が強いぞ。ベビーピーチがいるぞ1位。で、ボム避けて、さあシゲゾウさんがスター使ってるんで、ここ2つ無理か。なるほど、1個しっかり取って、前多分スター切れるタイミングも100からってと思ったけど、前投げるのありがたい。あー3打来た、マジか。いやー、どうしましょうかね。いやー、後ろキラー来てるんで避けていきましょうと。さあちょっと2周半なんですけどね、残り。さあ今インターホンになってるけど大丈夫か。ザマジかよ、今1個取ると思って俺2つルート行ったのに、なんだどっちやどっちやねんってね、突っ込みたくなるんですけども。さあ斧の内側しっかり通って頑張ってラスト1周。うわー、ブーメランほんと痛えわ。さあさあさあ、日野さんなんですけども、ショートカットもちろん決めていって、ここで結構まあ順位上がって、緑がマジ怖いね。ファイヤー来たんですけど、ここでしっかり2つ取って、またブーメラン怖いな。いや、スター来たらよかったんだけどな。で、6位まで上がって、で一応キノコ使って、どうしようかな。ここも一応使って2つしっかり取っていきたいと思いますと。さあ、1個使えてなかったし、マジか。あ、気のせいだから、まあとりあえず積極的に使っていきたいと思います。やばい、ライン崩れた、ライン崩れた。使っていけん、伸びろー、 OK。 4位まで上がったけど、3位以内目指してたんだけどな。はい、ということで今回もね、前回と同部屋の、この部屋で、走っていこうかなと思います。もう10人が、1万レート帯ということで、僕も含めよろしくお願いします。2レース目は 150cc DS チクタクロックですね、やっていこうかなと思います。ということで、引き続きこの骨クッパ花ちゃんじゃなくて、毎回花ちゃんとパタテン間違える。大丈夫、これさすがに決まったでしょ。よし、 OK。 で、スタートしっかり決めて前張って頑張っていきましょう。スーパー貯めて、針処理決めていこうか。針ショートカットしっかり決めて、ここで2枚アイテム取りたかったですけど、なんか1位また出ちゃった。で、バナナ出たんで即ケツつけて前頑張っていきましょう。反射当たんないよね。で、一応ここ入れ替えして、いや、ま、なんかすごい緑コーラ来るな。危ねえ、怖っ。超スレスレだった、危なかったな。で、ここの針ジャンプアクション、針じゃねえわ、歯車ジャンプアクション全部決めて、ここ一応1個交換して2枚回収して、で、ここもね、ショートカットあるんですけど、一応決めておかない。はい、ジャンプアクションテイク出して2周目頑張っていきましょうか。で、ここでスーパー貯めて、ジャンプアクション、さあここはね、ほじっていきましょうか。貴重なこのダブル防御アイテムをなんとか、ボムをでもうまく活用していきたいなって感じなんですけども、あぶねえ、マジ怖かった。でもこれさ、置いても、あー2つ交換したかったけど、今振り子がすげえ邪魔だった。一応交換して、もう1個来そうで怖いな。ワッサーさんから赤コーラ、もう1個来た、赤コーラ消しで、なんか意外と消せてるか。で、一応2つアイテム交換しましてと。いや、ダブルバナーでかい、マジでかい。さあ、ここインついて、針の内側もしっかり取っていきたいと思います。 UMP 溜めて、さあラスト1周ですね。まだ何も展開ないけど大丈夫かな。さあ内側しっかり、危ねえ、今前輪落とした、水落としってやつですね。いや、ミータボ溜まなかった。まあ、ここはアイテム効果しないでほじっておこうかなと思います。さあ、ミーターボ、ここも、切り返して決めて、さあインついて、よし、いい感じで、左がグライダーなんで、よく OKOKOK で、歯車ジャンプアクション1個逃した。さ
さあさあ、もうここは、あ、テレサ来た。あ、危ねえ、ギリギリアイテム取れたね。まあでも、もう安全でしょうね。で、赤コーラ来たけど、あともう一個緑が残って、いやー、サンダ来た。いやー、トゲも来た。まあここジャンプアクション決めれば。あ、いいや。とりあえず間に合ったんで、1位フィニッシュありがとうございました。ちょっと最後焦ってしまったんですけどね。はい、ということで、第3レース目も引き続き1位目指して頑張ってやっていきましょう。最後のレースは、200cc の、まさかの 200cc 来た、マジか。 200cc サンシャイン空港走っていきたいと思うんですけども、ここめちゃめちゃ得意だから頑張っていきましょう。ちょっと燃えてきたね。 200cc で最後きっちり1位取っていきたいですね。よろしくお願いします。さあスタート決めとこう。よいしょ。いや、ここスタートミスター痛いな。よし、決めて、で押されないようにしっかりインついて、で初手の、あー、コインか。で赤コーラ来ないでほしいんですけども、まあ、ここめっちゃ得意だからね。でしっかり、ここスーパー開放しまして、でコイン取って赤コーラ来たけど、なんとかここで防いで、というかもともと俺に来てなかった赤コーラ、大丈夫だね。でインついて2つアイテムしっかり交換していこうかなと思います。ではここで3枚取れたら理想。あ、1枚でもいいや。で後ろからネギさんかな、ちょっと来てるんで、しっかりジャンプアクション決めて、後ろ一応投げておいて、ここもアイテムしっかり取って2つ2枚回収して、でバナナ来たんですけど、俺が 200cc どれだけうまいか、どれだけうまいか見せてやると。でここもインついて、最速グライダー出していきましょう。後ろのベビーピーチが、ベビー兄弟がすごい迫ってきてるけど、兄弟ではないか。さあしっかり UMP 出して、あ、トゲ来た。あ、ドンピシャクラクション来たね。いや、このパターンありがたいな。これはもう俺に1位を取れと言ってるようなもん。うん、確実にそうでしょ。いや、でもトゲからめっちゃ逃走してんな。やばいやばいやばい。ではここでしっかり使って、オッケーオッケーオッケー。ちょっと2つアイテムの方行こうか。あー、間違えた。うん、で2つ、あー、1しか取れなかった、マジか。やばいやばいやばい。あー、オッケー、ナイス。緑コーラ危なかった危なかった、本当にラインが今崩れたからね。もうこの緑コーラには本当恩返ししたい。 200cc は UMT ウルトラミニターボで、解放していきましょう。さあもう1位ですかね、最後は。ということで、なんか兵法ともう周回遅れしそうな気がするけど、1位ありがとうございました、やったぜ。いやー、最後 200cc はほんと激アツですよね。しかも得意なサンシャイン空港来たからね、これはいい終わり方なんじゃねえかな。ということで、皆さんもしよければ、高評価、面白いと思ったら高評価、また見たいと思ってくれましたらチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではカズマルクスでした。皆さん今日もね、一日頑張ってね。バイバーイ。さあ 150cc のおまけレースといたしまして、 200cc の SFC レインボーロードやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ1位スタートなんで、しっかりスタート決めていきましょう。今回はですね、あ、じゃあドンキーコングのパタテンカスタムでやっていきます。からのローラータイヤ紙飛行機ですね。でしっかりここで解放して、ジャンプアクション1回挟んで、コインをじゃんじゃん集めて、赤コーラ攻撃消せねえかな、消せないか。まあ初手赤コーラはしょうがないんでね、まあ文句言わずに上がっていきたいと思います。 UMP 貯めて、さあキノコ1個で交換しよっか。ここ落ちないように制御して、でも7回って3位か。うわー、間違えた、やばいやばい、あ、間違えた。とっさに赤コーラと緑コーラ投げてしまったんですけど、トムヤムさんに当ててしまったので申し訳ございません。じゃあしっかりスーパー貯めて、クラクション出たな。で1位の黄色ヨッシーがすげえ速いから、ま、交換していこうか。うわー、サンダー来た、速いな。え、まだまだ中間なんだけど、2周目中間地点でまさかのサンダーが降ってきたんですけども、ここコイン上だからしっかりね、じゃんじゃん集めていきたいと思います。さあちょっとブレーキ敷いて、スーパー開放して、さあ残り1周ですね。なんとかちょっとキノコ全部消化して前投げていこうか。でまた赤コーラ来たんで、もう1個投げていきたいと思います。さあここでしっかり投げて、当てた。あー、落ちた。うちに落ちたんだけど。いや、判定ガバガバだと思ったんだけどな。ここね、コーナーによってほんと判定にばらつきがあってですね、ここはまあ多分優しい方だと思うんですけどね。いや、マジか。あそこいつも走ってると全然落ちないイメージあったんですけどね、まさかまさかの、引っかかって落ちてしまいました。ということで、今回皆さんね、200cc1 レースだけだったんですけどね、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、また次も見てみてください。それではカズマルクスでした。バイバイ。